グジャラーティー文字はインドのブラーフミー文字から派生した文字の一つ。グジャラート文字とも言う。主にインドのグジャラート州で話されているグジャラート語を表記するのに用いられる。アブギダの一種。所字方向は左から右への横書きである。単語と単語の間は英文のように分かち書きする。グジャラーティー文字は現在インドにおいてヒンディ語などの多言語に用いられる。 デーバナーガリー文字をもとに、インドグジャラート州の地域で16世紀頃に派生した文字である。従って、デーバナーガリー文字における単語中を貫通して書きシルス横棒を取り除けば、グジャラーティー文字とほぼ同じ字型となる字母も多い。グジャラーティー文字はその音韻表記の手法により、アブギナという文字体系に分類される。これは、シーン文字が単独のシーンを表さず、 死音の直後に続く母音をも含んだ音節を示すものである。グジャラーティー文字の場合、死音の基礎字母に母音 A が随伴母音として付く文字である。例を示すと、死音字母はかの音節を示す。随伴母音でない母音の付いた音節を示すには、例えば木を示す場合のように不可文字を付ける。母音の付かない死音だけの音を示すには、ビラーマという記号を用いてと書く。 他にも、二重シーンを表すのに合成字母が作られる。グジャラーティー文字やデバナーガリー文字のみならず、インド系文字はすべてこのような所持システムに従う。なお、参考のために記すと、英語などの表記に用いられるラテン文字は、シーンと母音が完全に分離して表記され、しかも、母音記号が不可文字としてではなく、単独の文字として使用される文字体系であり、アブギナと区別して、 アルファベットと呼ばれる。ここでは母音のみの音節の文字と死音母音を表すための深文字について述べる。発音の欄にはよく用いられるローマ字本字と発音記号を示す。さらに深文字の使用例として下の表には深文字の例を載せておく。深文字の欄にある破線の円に口実の死音文字が入る。吹きの母音は単語内での位置によっては 文字上では表記されていても発音されない。ただしこれらの規則は二重心字の場合は必ずしも適用されない。グジャラーティー文字の心字は次のようなものであり、下表の順番を辞書順とする。さらに発音が聖書法上は閉鎖音として記される。とは結合文字の一種であるが特殊な形を取るために上のように基礎字母表に含めることが多い。なお、は、 グジャラート語では、ニアと発音する。また、上表に、と発音するジボガとの二つある。これは、昔のサンスクリットにおいては別々の発音を示す、文字だった。しかし現代のグジャラート語では、同じ発音であるが、単語によって書き分けることになっている。グジャラー T 文字は、キロトン、とか、NT などの二重シーンを記述する場合、文字の一部を省いてつなぎ合わせたような、 新たな文字を作る。これを結合文字という。例を挙げると、グジャラート後の挨拶、こんにちはは、であるが、このうちのがけ、結合文字の作り方には、ある程度の法則があるが、時に、それに従わない文字もある。この結合文字作成のややこしさゆえに、コンピュータによるグジャラー T 文字の入力システムの構築は難題である。 結合文字に対応するすべのないタイプライターなどにより、作成された文書では、随伴母音を取り去る補助記号が多用される傾向にある。グジャラーティー文字における結合文字の作り方は、この文字の元になったデイバナーガリーのそれによく似ている。中には、結合するに際してデイバナーガリーの字型を使用するものもある。作り方はまず、 二重シ音ンのうちの最初のシ音ンの文字が次のうちどちらに属すかによって異なる。文字の右端が縦棒の自覚で終わる文字1に属さないもの1の場合右端の縦棒を省き二番目のシ音ン字をつけて書く。レールタ、ブラ、ティネニの場合作り方は文字により様々である。基本的には以上の通りである。しかし二重シ音ンのうちの二番目のシ音ンによっては 上記以外のものでは、次の3例は特殊である。K.S.J.N. ナを。これらの結合文字は、グジャラート語本来の単語やサンスクリット由来の単語を記述するのに使い、英語などからの近代の外来語を記述するのには、ほとんど用いられない。ボインボイン A についての不にて述べたように読まない、単ボイン A の規則を利用して記述するのが普通である。 インド系文字には独特の字体をした数字がある。これは、グジャラーティー文字についても同様であり、可表のようなものがある。ただし、最近では、これの代わりに、現在の日本でもよく使われるアラビア数字が使われることもある。なお、使用法は、三様数字と全く同じである。例、イコール906イコール906。ユニコードでは、以下の領域に次の文字が収録されている。 また、句点は、グジャラー T 文字枠には定義されておらず、デイバナーガリーにて定義されている U プラス0964を利用する。とは、英文のものと全く同じであり、グジャラー T 文字枠には定義されていない。Windows XP、Windows Server 2003以降のオペレーティングシステムでは、該当のテキスト処理システムをインストールすれば、キーボード上で、 グジャラー T 文字を入力することができる。インストール法など詳しくは、ヘルプ、多言語対応を参照。Windows のグジャラーと語キーボードの配列は以下の通り。赤字部分は右 ALT を用いて入力。デーバナーガリーと同じくインスクリプト配列になっている。ありがとうございます。